安井千住千地天保8年10月は、江戸時代の囲碁騎士で、家元、安井家の七世、安井千地。六世、安井千明門下、八段純明人。八世、安井千地と区別して、隠居後に、尖閣を名乗った七世を尖閣千地、または、大千地と呼び、八世は知徳、知徳千地と呼ぶことが多い。また四世仙閣、五世、 春明ら尖閣特別して、四世は古尖閣と呼ばれる。戦地は戦地と書くこともある。中央重視と創造性豊かな構想で、近代後の外される。安井家の外や坂口家の荒である、坂口尖徳の長子として生まれる。若くから、左を認められて、安井千明らの養子に迎えられ、安永9年に、千屋秋ら死去により、後式を認められて、 17歳2段で安井家を継いで7世、安井戦地となる。同年、当選徳と共に五条後に初出資した。天明2年4段、完成初期に上手に進んだとみられる。完成12年に中野知徳を後目とする。今日は2年に14歳年長の本因坊列元と同時に8段純名人に進んだ。戦地は同時期の騎士に大きく勝ち越した。 本因坊列元に16勝2敗一時後、服部隠鉄に7勝3敗、水谷拓元に4勝1敗一時後、本因坊列元の後目候補だった、河野元虎に9勝2敗としている。名人後どころの地位も望めたがそうしなかったのは、下翼だったとも、11歳下の本因坊現状、12歳下の弟子中野知徳の成長を感じていたためとも言われる。五条語では、 初出資の年に、林優元も入りに西で勝ち、その後文化7年までに18勝を9敗に自後。文化12年に51歳で隠居して、中野知徳に家督を譲り、その後、尖閣と合する。天保6年、本因坊竹和が赤星陰鉄と対局した松平家五会では、開催を働きかけた岡田頼もと対局している。天保8年没、静香は、 史跡院尖閣美等神寺上神寺に葬られる。戦地の後は、江戸中期としては異色の、位が高く中央を重視、戦い志向の寄風だった。後の本因坊秀和は、東大華やかなる五を三には、七世尖閣の右に、いずるものなかるべしと表し、また世越検索は、五条五府で、完成四年の本因坊列、元戦を、この後は、 戦地の記載を遺憾なく発揮している名曲で、宿り来ただし変幻不可探偵とはまさに、この壺のごときを言うと表し、正否は置いて、埋曲進行層を打ち出す。その剣乱華麗の風こそ近代型戦術の発案とも称すべきかとも述べた。北に実るの新奇跡のアイデアは、戦地の影響を受けたと言われている。戦地はまた、幕末にかけての本因冒家に寄港する安家の、 交流に大きく寄与した。父千徳の起こした坂口家の最高にも尽力し、実施とも伝えられる、大井の虎次郎を育て、虎次郎は、天保9年に坂口家を継いで、坂口千徳を名乗り、天保4欠に数えられた。白は、高めと、目外しと、ンチらしいくらいの高い布石。白1が、主攻で、白4まで、力強い打ち方。 黒八と聞かしに来たのを隅に閉じ込めて、白十三と封鎖して、右辺を広げた。この後、右辺、上辺と南線が続き、中央の高争いで黒の失着があり、184手間、白中押しがち。起動1953年1月号の座談会、私の尊敬する名人と名曲で、北には、名人上手で一番好きなのは、戦地であると述べている。 ありがとうございます。